桐生市は群馬県南東部にある市、東網から栃木県南西部にかけての両網地域に位置する。1921年3月1日の市政施行当時の区域は旧山田郡、現在の市域は旧山田郡、足利郡、阿蘇郡、瀬田郡の区域で構成される。2015年国勢調査人口は11万4714人。日本を代表する企業都市であり。 奈良時代から絹織物の産地として知られ、紀流式は京都、西人の西人織と並び称された。地域には紀流織物会環球館を含む6軒の日本遺産や130軒以上の国登録有形文化財が残されている。高下カルタで紀流は日本の木所と読まれるなど、古くから絹織物の産地として知られる。川内町北部は古く、似た山と呼ばれ、 似た山紬の産地として知られた。川内町にある白滝神社には、この地に旗織を伝えたと言われる白滝姫が祀られており、神下カルタの絵札には、白滝姫が旗織をする姿が描かれている。1889年に町村制が施行され、山田軍気流新町を中心とする町村合併により気流町が発足した。 1920年の第1回国勢調査時の紀流町の人口は37,674人で、群馬県内の町で最多であった。紀流町は1921年に県内3番目、東門地域内で最も早く市政を施行した。1947年の第6回国勢調査での紀流市の人口は91,482人で、県内最多となり、 昭和の合併後は長らく県内第3位の人口規模で1975年国勢調査で13万4239人を記録した。その後は人口減少が続き、平成期には市人口が12万人を下回り県内第5位にまで後退したが、新里町では平成後期まで人口が増加傾向にあった。両毛企業地帯の中心都市であり、年の 工業統計調査による繊維工業の製造品出荷額等は、群馬県や栃木県の市町村で最も高く、関東最大級の繊維産地となっている。絹織物業の繁栄により蓄えられた富は、気流織物会館休館、気流クラブ会館、水道山記念館、旧気流高等染色学校行動など多くの文化財や気流が、丘公園、大川美術館などを生んだ。 2017年度末の汚水処理人口普及率は96.8%で、全国平均の90.9%を上回っており、群馬県内の市町村で最も高い。市のキャッチフレーズは、伝統と創造、粋な町気流、絹織物をはじめとする、繊維工業によって育まれた技術によって、遊撃産業や自動車部品産業など機械工業が発達した。市内に、 国立群馬大学理工学部が立地することから、産学関連系による次世代のエネルギー産業の育成が行われている。隣接する緑市は、桐流市に所在する各市観光庁の管轄内に含まれ、県の地域区分でも同一の桐流地区として扱われる。桐流、緑漁師の DID は、桐流市愛宵町と緑市大間町で連接しており、 高下電気鉄道高下線、東部気流線、群馬県道3号前橋大間ま気流線の沿線では、漁師境を挟んで連続した市街地が形成されている。総面積に対する過重地面積比率が低いことから、県内多市と比べて、大規模な工業団地の造成や、企業の誘致が行われず、市の人口は昭和後期から減少に転じている。中心市街地の活性化を図るため、 気流新町重要伝統的建造物群、保存地区とその周辺地区を重点区域とする、気流市歴史的風地維持向上計画を策定し、旧市街地を中心とした歴史的建造物と、祇園祭りなどの伝統行事を活かした町づくりを進めている。地名の由来は、霧が多く自生する土地から、気流とも、霧が多く発生する土地から、霧生とも言われているが、どちらも決めてはない。 日本各地にある霧や雪の字を用いた地名は中世に発言したと見られるものが多く、この地名がついている地域は、菓の大地や三峡渓谷上の地形で山城や館市があることが多い。霧のつく地域は中世の頃になって新たに開墾された洋外地で、うは山間部から平野や盆地に移るような広くない土地であり、その頃の霧は 現在の梅田町一丁目から天神町三丁目のあたりまでの地域を指したものと考えられる。生止、年始、染色、縫製、刺繍など、繊維に関する様々な技術を持つ事業所が集積する総合産地であることから、四季都という画商があり、市民憲章や紀流式1300年記念行事の名称に用いられている。野球が盛んで、キュートと呼ばれる。市内には、 群馬県代表として初めて全国制覇を経験した気流第一高等学校や甲子園で準優勝を2度果たした群馬県立気流高等学校があるほか公式野球部を持つ7校中5校が甲子園を経験している気流市のマスコットキャラクターは球市が一に多く見られるノコギリ屋根の工場をモチーフとしたキノピーで2011年3月5日の 気流姿勢施行90周年、水道創設80周年記念式典が行われた際に初めて登場した。ノコギリ屋根の織物工場は、北向きの窓から場内の作業に適した柔らかく安定した光を取り入れ、機械の音が乱反射して柔らぐように工夫されている。ノコギリ屋根を持つ建物は200棟以上現存しており、 その多くが木造建築であるが、レンガ造りや石造りの建物も見られる。気流市中心部周辺の空中写真。渡瀬川が北西から南東方向へ、気流川が北から南方向へ流れる。気流の市街地は渡瀬川の北東岸、気流川の西岸に広がる。画像左側に見える二つ並んだ水面は気流協定場である。 1986年撮影の18枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。関東平野の北端、足尾山地の南西端にあり、群馬県前橋市から東に約2 4トル、埼玉県熊谷市から北に約2 9トル、栃木県宇都宮市から南西に約5 2トルの場所に位置する。渡瀬川の中、 上流域を、市域都市、土地は、渡瀬川が流れる、市南部の境野町、広沢町付近が、最も低く、市内最高峰は、市北部の黒骨町、市も田沢にある、赤木山を構成する手法、黒部山である。市域の7割以上が山地で、少ない平地の大半が人口集中地区となっており、霧生市街地は、霧川が、足を山地から、 関東平野に流れ出す地点に形成された谷口集落を基礎として発達している。新里地区、黒骨地区に、桐生市に編入は、桐生市中心部とあまに、緑市成立を挟んで離れており、飛び地となっている。平成の大合併以前の旧桐生市の面積と、飛び地として加わった旧新里村、旧黒骨村の合計面積がほぼ同じであり、このような大規模な飛び地のある。 自治体は日本でも数えるほどしかない。山岳、編集気流市街地とチャウス山河川、編集故障、編集気候区分は太平洋側気候に属するが夏と冬の気温の差が大きい中央高知識気候の特徴も見られる。天気予報区分、編集2006年3月1日より群馬県における天気予報及び注意報。 警報の細分区域が変更された。一時細分区域は、気流市を含む区域については、これまで通りの南部とされ、二時細分区域は、かつての前橋と思う赤木春名から、全市域が前橋、気流地域という区分となった。前橋、気流地域には、気流市、緑市のほか、前橋市、渋川市、北群馬郡が含まれる。 消滅可能性都市のリストにも入り、人口減少傾向にある、年齢構成、編集人口の変遷、編集この地域の歴史は古く、奈良時代にはすでに朝廷へ、足ぬを献上したと記されている。養産業、絹売り物業がこの地域において栄えた理由については、諸説があるが、中央からその技術を持った人々が移り住んだ、結果という説が最も有力である。 それを思わせる伝承も、白滝美姫伝説によって、当地方に語り継がれている。織物業はその後の気流の発展の基盤となり、現在に至っている。あずまなどの文献によれば、平安時代末期に気流六郎の名が見えることから、地名としての気流は、平安時代にはすでに存在していたと考えられている。ついで1350年には被赦山に城を築き、気流史の始めとされる。 紀流国綱、1500年代中頃に、紀流氏の前世紀を築いた紀流女皇の名が見られる。紀流氏は1500年代後半に、由良成重によって滅ぼされ、以降、聖主は秘釈山次郎を本拠としたが、この国、主の時に、豊臣秀吉の小田原征伐により、両違いが行われた。1600年、関ヶ原の戦いを直前に控えた、 徳川家康が小山に在陣中、急遽精神して、石田三成を討伐することを決定するが、その際に不足した軍機を、わずかの時間に揃えたのが、紀流の村々であった。これにより紀流の絹は一層名明を高めたという。現在の市街地が形成され始めたのは1600年頃、徳川家康の家臣であった、大久保長康の命令を受けた、王の高吉によるものとされる。 渡瀬川と気流川に挟まれた戦場地に気流天満宮を起点として気流新町が形成され絹織物業の発展とともに市街地は郊外に広がっていった起点となった天満宮前は現在の本町一丁目となっており二丁目と合わせて当時の区割りと建物がそのまま残された景観が保たれている気流の織物産業の将来性は 江戸幕府にも高く評価され、幕府の成立と共に天領とされた、近隣の村々、旧新里村などの農村部では、養蚕が盛んに行われ、多くの富を蓄積、気流道、古戸道、足尾道山街道、日光、霊平市街道などの諸街道によって、日光、熊谷、川越、八王子と結ばれ、全国に広く木の織物を広めた、天保年間に全国に先駆けて、 マニファクチュアを導入、明治、大正、昭和初期にかけて、日本の基幹産業として発展し、外貨獲得に貢献した。昭和中高期は、和装離れから絹織物産業は、下火となったが、代わって、自動車部品産業や遊戯機産業が成長。いくつものチャレンジングな企業が生まれ、今日の気流を支えている。戦前の気流市役所歴代市長。 編集詳細は、桐生市役所を、参照所在地郵便番号376-8501、群馬県桐生市織姫町1番1号所在地、郵便番号376-0194群馬県、桐生市新里町竹井693番地所在地、郵便番号376-0196群馬県、桐生市黒骨町水沼182番地3、桐生市市民憲章私たちは、 美しい山々と清らかな流れに包まれた私たちの町、気流をより明るく豊かにするためにこの市民憲章を定めます。1、私たちは伝統を尊び、自然を愛して美しい気流を作りましょう。1、私たちは互いに助け合い、決まりを守って明るい気流を作りましょう。1、私たちは健康を保ち、楽しい家庭を築いて、 平和な気流を作りましょう。1. 私たちは、教養を高め、理想を掲げて、文化の香り高い気流を作りましょう。1. 私たちは、檻と誇り、近代産業を伸ばして、活気ある気流を作りましょう。昭和40年11月3日、制定交通も参照。四方山川に囲まれた気流市街地は、地理的な分断要素が多いことから、 市内各地区の連絡を強化するため、内環状道路、外環状道路の整備を推進している。2007年時点、内環状道路に位置づけられている三原通りを南に延伸する形で、西木琴平線の整備が行われている。北関東自動車道に接続する片側2車線の広域幹線道路、国道55バイパスの建設が決定され、40年来の懸案だった。 道路整備が解決に向かっており、新たな局面に向けて動き出している。紀流駅、西紀流駅、新紀流駅、愛、老駅などの市内主要駅周辺の土地区画整理事業が計画され、このうち紀流駅周辺地区は1986年度から実施され2007年度に完成している。八王子給料や渡瀬川などの自然環境を生かした余暇機能の充実を推進し、 市街地に隣接した丘陵地、河川敷に公園の新規整備、桐生市運動公園の拡充整備が計画されている。下水道普及率は市街区域で90%を超え、全体でも76%と、県内12市では最も高い普及率となっている。詳細は桐生市議会を参照全市域を一つの選挙区として選出される。定数十二。 組織、編集会派、編集古くから織物産業が栄えたが、現在は機械金属産業と合わせて二大機関産業となっている。伝統の織物業は炭素繊維を用いた特殊布や映画、ドラマ衣装などで生き残りを図っている。ハリウッド映画のサユリで主演のチャン・ツィー・コン・リー・モモイ・カオリラが身につけていた丸帯は、気流紙で作られたものである。 神社仏閣のお守り袋の生殖を手掛ける、岩衆織物、模服体、753執着や、和装小物の製造を行うスケケ産業、ワイキアンブランドで、寒い、ンベエを製造する、イダ繊維、ネクタイなど、ネックウェア生地を製造する、アルファテックスなどに加え、マフラー製造の松井ニット儀県に代表される、ニット業、撥水加工を施した風呂敷、流れで知られる、 朝倉染ラソのオリジナルブランド色相関を展開する土下産業など染色性利業が盛んである。機械金属産業は燃色や換管機などの織物準備機械の製造から発達しており、三蜜葉、山田製作所など自動車部品産業が盛んである。築地銀ダコを展開するホットランドや中古物件販売で業績を伸ばすカチタスなど中小の新興企業にも 元気の良い企業がある。中心市街地においては、郊外に広大な農地を持たなかったため、大型商業施設ができず、近隣他市と比べて比較的商店街としての機能を保っており、個人商店、小規模小売りの力が強いと言える。また、市街地地下の下げ止まり間から、新川公園など充実したインフラを求めていくつかのマンション建設計画があるなど、 市街地回帰現象も見られ始めている。主な生産物園芸畜産気流市は、北関東工業地域のうち、関東内陸工業地域に属する。市内の工業団地流通、小売り、編集金融、編集気流市内に本店、または支店を置く銀行、信用金庫、労働金庫、ATM コーナーのみ設置されている銀行、かつては、平和、 三協、フライングガーデン、ホットランドの本社もあった。市内の政治、経済、文化を扱う気流タイムス新聞社、FM 気流がある。姉妹都市定形都市市政志向当時の行政区画は、調整時代の5つの大技に基づくごく、体制であったが、姿勢の発展に伴い、旧区画では対応が難しくなったため、1929年に10区体制に移行した。 その後、昭和初期の境の村、広沢村合併、昭和の大合併、菱村の越境合併により11区から17区が新設され、愛よ町の人口増加により15区の一部が分離し18区として新設された。平成の大合併では、新里村、黒骨村と合併し、19区から22区が新設され、22区体制となった。 微光公立私立気流私立中学校の適正規模、適正配置実施計画によって、市街地に所在する中学校が次のように再編された。公立私立公立私立保育所、編集公立私立公民館、編集職業訓練、編集都市計画も参照。気流、大間町地区における鉄道路線の位置関係と配線本市は、群馬県随一の鉄道密集地帯で、 合計4事業者の鉄道路線が市内に乗り入れており、私鉄各線は市内に多数の駅を有する。小規模ではあるが駅前に中心街と異なる独自の商店街を形成する駅も多い。ターミナル駅が事業者ごとに各所に分散しているため、乗り換え利便性は良いものとは言えず、徒歩連絡を要するケースが多い。気流駅、気流駅,駅、下神田駅 総老駅運動公園駅元宿駅水沼駅西気流駅丸山下駅富士山下駅天皇宿駅気流球場前駅東新川駅新川駅新,川駅新川駅に里駅新気流駅総老駅中心となる駅編集周辺市町村への連絡編集市内に高速道路はないが隣接する大田市に北関東自動車道の大田や武ずインターチェンジ大田強とスマート IC 大滝流インターチェンジがある、国道、編集県道、編集指導、通り、編集道の駅、編集いずれも気流駅南口に発着する。気流式や気流和紙などの伝統工芸品や気流からくり人形といった伝統芸能が根付いている。北関東でも有数のコンサートプロモーターである気流音響のお膝元であり、 市内や周辺市町村のホールなどではジャンルを問わず、様々な公演が多数行われている。渡瀬フィルムコミッションが活動し、映画撮影誘致にも積極的である。この FC の設立には、行政が加わっていない完全な民間による団体である点に特徴がある。公演、緑地も参照、スポーツ施設も参照、気流天満宮神社、編集気流境の光沢、 梅田総称家は内いさ里黒骨仏教寺院。編集気流堺の光沢。梅田総称家は内いさ里黒骨気流や技説。祭り政治家、軍人。編集実業家。編集学者。思想家。編集評論家。ジャーナリスト。編集漫画家。編集演出家。編集デザイナー。芸術家。編集アナウンサー。編集スポーツ選手。編集五十音順芸能人。 音楽家、編集部署、編集指定金融機関は足利銀行であり、足銀をメインバンクにしている企業も多かった。2003年11月29日に特別危機管理となり破綻した際には市内への影響が大きかったため、切り腰役所内に足利銀行関連相談窓口が設けられた。ありがとうございます。